ナミさんお疲れ様です。なんかその AI でその美女作成美少女作成っていうのがね今すごくソフトウェアアプリがいっぱい出てきて私も何点か試したんですけども本当にこれね簡単にできるんですよねあの昨年のことだったんですけども私がその AI アートに関しましてまあ、興味を持ってねちょっと自分でやってみようかなと思って最初はまあガタガタのやつができるのかなと思ったら、まあ、割と整っていてですね しかもそのプロンプトって言って文字を打つ内容を変えるとさらに正確にイメージ通りのものができていくってことでプロンプトの選択によるそのスキルによって出来上がりが変わってくるとかね背景が変わってくるとか世界観が変わってくるとかえ例えばね水の妖精っていうイメージでやっていったりとかその水晶の世界みたいな形でやったりとか異次元みたいなやつでねやっていくといや本当にねファンタジーな世界が 見るるも鮮やかにけけていけるんですよね夕暮れとかモノクロとかそれからそうですね、えー、まあその他のイメージもねさまざま今思いつかないわけですけどもね、うん、これはすごいなと人物もそうだし背景もそうだしまあイメージですよねイメージっていう本当に私たちが言葉では伝えにくいものも AI が表現してくれるみたいなことがありますでね、えー、ここのところ AI で稼ぐ方法として の AI の美女とかをこう集めたね写真集を Kindle で出版みたいなのが売れていったりとかする例もありますしねそれからおとといのことなんですけども AI 美女コンテストみたいなのがあってねそこにはもう人間は全く出てないんですよまあ当たり前ですけどねでもなんか数万件の投票が集まったりとかして優勝が決まったりするとでやっぱりねその逆説的ではあるんですけども AI って そのマーケットインターネットの環境を見てそこから情報収集してこれは人気だろうっていう風うなパーツとか背景とかイメージを作り上げて出してくるんでまあどれもこれもね作品としては優秀なわけですよねでそれをおー、まあ、一般の視聴者さんが見てですね投票していくって形なんで結局これカンニングみたいなやつで最初っから分かっていた答えをただランキングにしたみたいな感じでねうんものすごいねなんかこう 人間が起こすような偶発的なものとかそれから一つのねトレンドである美っていうのがあるわけですよで昔の美的感覚と今の美的感覚それから昔はね国と国が単体で存在してましたんでその国の特徴が色濃く出ていたと思いますけどもねメイクとかファッションとかも色濃く出ていたけども今はグローバリゼーションであ世界ではこういうのが受けてるんだってなると世界中のそういったモデルさんが同じような格好をしていくっていう現象が起きてね で結局すごくく、ね、く選びにくくなってるでもっと言うと選ぶべき特徴がもうマニアックなところになっていくとプロじゃないと見分けがつかないようなところになってきてですね一体このコンテストっていうのは誰ののためにあるるかかだんだんんんんなくなくくってくるんですよね <laughs> 審査員が気に入るような格好をしてきた人が勝ちみたいなねそのなんかこう裏の読み合いみたいなところが出てきたりとかして本当に普通の人の感覚っていうのは反映されにくくなってきたんだよなかろうかと疑うばかりでございますけどね。 まあそれでね、その AI 美女っていうカテゴリーにしてみたら、うん、これからもいろんなものがね、移り変わっていくとは思うんですけども、現時点で受けそうなものを、あの、AI が作ってくれるわけですから、これはまあ、受けるだろうと。最初から分かっているようなものが打ち出されるんで、まあなんかね、はい、登場しましたみたいな、人間が起こすようなものとはちょっと変わってくるのかなっていうこところでございます。それからそうなってくるとね、これはどうなるんだろうなと。そのジェンダー問題ですよね。 まあ女性をその美的感覚とか性的な美しさとかで評価するのはよくないっていう動きがあってそれは言って評価できるのはそのですかね評価される女性の方にやっぱりこうコンプレックスができちゃったりとかするっていうのがよくないのかなっていうところですけども AI なんてのはまあただあの点と線の集まりなんでその人格を持ってないわけですよ。 人人格とか人権をでそれに対して優劣をつけて誰が傷つくんでしょうかって話になるとまあしいと言えばその AI で作ったイメージ画像に似たような現実の人が自分に投矢してね、えー、ちょっといろんな思いがあるかなっていうところぐらいでいやそれすら許されないんだったらどうしましょうかみたいな感じですよねで「モナリザ」っていう絵がありますけどもモナリザっていうのがなんだこの変な絵っていうふうな評価する人がいたとしたらねモナリザによく似た 人は、なんか、批判を浴びてるみたいに感じるのかなっていう。もうそうなったらね、何もできないみたいなね。うん。まあ、なんかね、どうなっちゃうんでしょうねって感じですよね。まあ、今回の動画、うまくまとまりませんでしたけども、いろんな雑感をね、お話ししてみました。それでは、次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。